あ、そうだっけ？手で。やったっけ？そう。ちょっと演技を担いでやった。意識もしてみる。やりたくない。これね、審判に渡して、まあ、審判また、いえいえ中断したら、いえいえ、じゃあ楽しみ早く取ったよね。え、嘘、サード内野安打とか言ってた。ああ、あれ、サード内野安打なんだけど。サード上手いからね、相手。そうそうそう、サード上手い。結構ね、年間の方なんだけど。あの人だけちょっと、あの人だけ違うもん、ステップだもん。キャッチャー、キャッチャー、キャッチャー、遅いよ。今どんなキャラ。座りたければこっちのベンチの後ろの方に座っててください。ボールは突然来るからね。あ、ここ。あ、ここ見たか。さあ見るわ。OK、ナイスカット。ボールはないと思う。あれさ、ジャイアンツ戦見に行ったさ、僕らジャイアンツ戦になって、あの3人で、ライト。スタンドにボールを持って、あ、そしたら、ね、琴が来て、琴が来に来たの。うん、取った俺が取ったら、後ろの方からいろんな手が出てきて。なるほどね、弾いた。で、取った。よかった。ちゃんと取ったんだけど、俺の手を取った人がいっぱいいた。父さん、あ、はい、加藤先生来るの？あ、そうだね、来るって言ってるけどね。来ないね。来ないね。ね、お母ちゃん、グロ持ってたの？ブルーも強いとったんだ。あ、だってほら、ライトがさ、最後のツーアウトからスタートに繋げるやつだからさ、大したことなかったんだけど、11列目みたいに。いや、たまたま放っときて。ライトって出たもんね。ん？今誰も。今はね、今はトムの子なんだけど、その時は、去年楽天にいた、名前、横川。あー。今年からジャイアンツに入ってる。フェア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 
スリーアウト。なんかさ、試合が知らないんだから。